ああ、お母さんまたですか？あら、おはよう、マリナさん。おはようじゃないですよ。家の前にゴミを置くのをやめてくださいって何度も言ってるじゃないですか。私、ゴミを分別して出すのとか超苦手なの。だから代わりにやっといてよ。ね、お願い。だから無理です、自分でやってください。そんなケチケチしないでよ。ね、お願いだからやって。一生のお願い、この通りだから。そんな風に頭を下げても無理なものは無理です、自分でやってください。翔太さんが見たら絶対にお母さん怒られますよ。いや、翔太には言わないで。お願い、絶対に言わないで。翔太には嫌われたくないから。ならやめてください。やめないなら翔太さんが帰ってきたら話しますから。わかったわかった、やめるから。はあ、私はマリナ、28歳の新婚だ。旦那の翔太さんは結婚してすぐに長期の出張が入ってしまい、今は家にいない。そして翔太さんが出張に出た途端、近所に住むお母さんがこんな風に毎日家の前に大量のゴミ袋を捨てるようになった。結婚前は優しい人だと思ってたのに、まさかこんな風に嫁いびりをされるとは。本当に残念だし寂しい気持ちになる。ちなみにこのことは翔太さんにはまだ伝えてない。長期の出張中だし、今回はかなり責任重大な仕事だと言っていたから、余計なことで悩ませたくないからだ。私一人で解決できるといいんだけど。そして翌日、ゴミ捨てに行こうっと。嘘でしょ、また大量に。なんなのよもう。お、いらないならもらってもいいですか。え、いいですか。いや、こんなのもらっても嬉しくないでしょ。いいのかダメなのか聞いてるんです。いいですけど。よっしゃー、おー。何がそんなに嬉しいんですか。はあ、子供心を忘れてしまったんですね、あなたは。残念な人だ。な、どういう意味ですか。何この失礼な人。だってこれサンタさんからのプレゼントでしょう。はい。実は私、慌てんぼうのサンタクロースがさっきこの袋を置いていくのを見たんですよ。いやー、この年になってからサンタクロースからのプレゼントをもらえるなんて幸せだな。いや、それはサンタクロースじゃなくて私のお母さんだと思うんですけど。ヒゲがなかったからサンタクロースじゃないと。でもでもね、きっとあの姿は私へのサービスです。何を隠そう、私熟女がとっても大好きですから。熟女はやっぱりうぐもりって CM が流れるくらいにね。知りませんよ。というかココアはやっぱり森永でしょ。何ですか、熟女はやっぱりうぐもりって。あれ、そういえば私、うぐもりって名字なんですかね。それも知りませんから。自分の名字なんだからあなたしかわかりません。いや、私記憶喪失なんですよね。え？ああ、そんな男梅みたいな顔しないでください。別に私、記憶喪失でも楽しく生きてますから。男梅みたいな顔なんてしてませんから。まあ、そっか。どうせ名字ないならこれからうぐもりミルフって名乗ってもいいかも。検討してみましょう。はあ。そういえば、あなたのお名前は？マリナですけど。マリナさん。じゃあ、プレゼントもらっていきますね。ありがとうございます。はあ。ゴミなんかもらってどうするんだろう。私的には助かるけど。そして翌日。またある。おお、またある。ミルさん、もしかしてまたもらってもよかったりします？いいですけど。よっしゃ。ゴミもらってそんな喜ぶなんて本当に変わった人ですね。この喜びを例えるなら、 WBC で日本が世界一になった時ぐらい嬉しいです。ワールドベストクーガー、あなたも見ました。めちゃくちゃ熱かったですよね。いや、ワールドベースボールクラシックですから。何ですか、ワールドベストクーガーって。
野球の大会です、あれは。はは、何おかしなことを。あれは最も美しい熟女を決める大会です。久美子選手が MVP になってたじゃないですか。 MVP は大谷選手です。久美子選手って、あー、それヌートバー選手のお母さんです。選手じゃないですから。ごたくはいいです。ごたくじゃないですし。とりあえずありがとうございました。また明日来ますね。また明日来るんだ。それからも毎日のようにお母さんはゴミを置き、ミルスさんは毎日のようにゴミを持ち帰った。ミルスさんのおかげでストレスは減ったけど、結局お母さんからの嫌がらせは続いてるんだよな。そして数日後、翔太さんが長期の出張からやっと帰ってきた。お帰りなさい翔太さん。うん、ただいま。ごめんね、結婚したばかりなのに家をこんなに開けちゃって。ううん、しょうがないよ、仕事なんだし。はい、これお土産。ああ、こんなにたくさん、ありがとう。喜んでもらえてよかった。じゃあご飯作ろっかな。え、どうしたの。いいよ、翔太さんは出張で疲れてるんだからゆっくりしてて、私が作るから。俺がマリナのために作りたいんだよ。マリナに久しぶりに手料理を振る舞いたくてさ。だから任せて。翔太さん、翔太さんが帰ってきた。翔太さんは本当に優しい、日の打ちどころがない旦那さんだ。友達に翔太さんのことを話すと本当に羨ましいって言われる。こんな人と結婚できて本当に幸せだ。どう？うん、やっぱり翔太さんの料理おいしい。よかった、その顔が見たくて料理を作ったんだよ。これからも料理は俺に任せて。え？俺料理作るのが好きなんだ。というか料理を作って大好きな人に美味しいって言ってもらうのが好きなんだよ。ダメかな。もちろんいいよ、嬉しい。そうだ、俺がいない間何か困ったこととかなかった？母さんに何か言われたりとか。え？例えばさ、俺のことで何か言ったりしてなかった？翔太さんのことは何も言ってなかったけど。けど？もう出張も終わったし、お母さんは何度言ってもやめてくれないし、言ってもいいかな。実はね、翔太さんが出張に行ってる間、お母さんに毎日大量のゴミを家の前に捨てられてたの。嘘だろ、母さんそんなことしてたのか。許さない。マリナ、なんでもっと早く相談してくれなかったんだ。ごめんね、翔太さん忙しいと思って余計な心配事を増やしたくなかったの。マリナ、余計な心配事なんかじゃないよ。一番大事な心配事だ。俺の最愛の人のことなんだから。俺はさ、今マリナを守るために仕事をしてるんだ。仕事はマリナの二の次なんだよ。それを分かってくれないか。今度何かあったらそんなの関係なしに報告してくれよ。特に母さんからのことは。うん、分かった、ごめんね、すぐに相談しなくて。私、翔太さんに本当に愛されてるな。この前も翔太さん、俺が死んでも困らないようにってかなり高額な生命保険に入ってくれたし、ここまで愛してもらえるなんて幸せすぎる。今度からはすぐに翔太さんに相談するようにしよう、どんな些細なことでも。でも本当にごめんね、マリナ。ううん、翔太さんが悪いんじゃないから。そのゴミ袋ってどこにある？捨てちゃったよ。さすがに見ず知らずの人にあげてるなんて言えない。あ、でも一袋残ってるよ、見せて。あ、うん。そういうことか、母さんには俺から注意するよ。早速行ってくる。え、今から？うん、善は急げって言うだろ。モヤモヤするし、早急に解決したいんだ。マリナはご飯食べててよ。じゃあ行ってくる。うん、気をつけて。お母さん、翔太さんに知られるの嫌がってたし、翔太さんから注意されればさすがに反省してくれるかな。あれ、翔太さんもう帰ってきたのかな。って、はい？ミルフさん、どうしたんですか？って、そのゴミ袋は？返してこいって言われたんです。ゴミなんかもらってくるなって。私、居候の身なんで逆らえなくて。
せっかくのサンタさんからのプレゼントなのに。いい大人なんだから泣かないでくださいよ。でも居候の身なのにあんなに大量に持って帰ってたんですね。そうなんですよ。おかげでうちは近所からゴミ屋敷って呼ばれるようになっちゃったんです。え？ああ、僕は朝日って言います。こいつを家に住まわせてるものです。はあ、ご迷惑をおかけしてます。ミルフ、ゴミ持ってくよ。え、いいんですか？家じゃなくてゴミ収集所にね。母さんは返してこいって言ってたけど、こんなの返されたら迷惑すぎるでしょ。なんだ、そういうことですか。でもこれ、サンタクロースのプレゼントなんですよ。いや、違いますよね。でも、なんでこんな大量のゴミが家の前に。はい、義母の嫌がらせで毎日置いていくんです。そういうことだったんですね。くー、こうなったら何してるんだミルフ。中身だけでも持ち帰ります。ただのゴミですって。というか、もしかして中身まだ見てなかったんですか？クリスマスまで待つつもりだったんですよ。って、うん。ほら、ただのゴミですよね。これどうかしましたか？ゴミだったからがっかりしてるだけですよ、きっと。いや、二人とも見てください。サンタクロースからのメッセージが。え？何これ。息子から逃げろ。まだまだたくさんありますよ。どのプレゼントの袋にも入ってます。何これ、どういうこと。今旦那さんは、さっき義母にゴミ袋を嫌がらせで毎日家の前に置かれてるって話をしたら注意してくるって出て行っちゃいました。ゴミ袋の中身を見ましたか？はい。悪い予感がする。マリナさん、お母さんの家に案内してもらえませんか？え？お願いします。悪い予感が当たっていたら、急がないと大変なことになります。どういうことですか？向かいながら話します。ミルフ、行くぞ。紙しかない。おい、ミルフ、来い。あれ、プレゼント。ここです。開かないよな。インターホン、ならない。鍵はありますか？ないですよ。ですよね。ちょいのちょい、開きました。え？私、こう見えてつま先は器用なんです。指先だよミルフ。でもナイスだ。突入するぞ。イエスよ。それを言うならサーだ。ちょっと勝手に入ったら。なんだって言うの。結局理由を聞けてないし、わけわかんない。お母さんのあのメッセージの意味もよくわからないし、なんなんだ一体。お母さん、ただいま。え、翔太。何、息子が実家に帰ってきたんだからさ、笑顔で迎えてよ。そんな殺人犯にでも会ったような顔しないでよ。傷つくな。ごめんなさい。で、なんで俺が実家に帰ってきたと思う？わからないです。心当たりは？ないです。そう。やめてください。本当にわからないんです。はあ、じゃあヒントをあげるよ。ゴミ袋。わかったみたいだね。母さん、なんであんなことしたの？違うの、別にあれは。父さんのように母さんも死にたいってこと。ごめんなさい。ごめんなさいじゃなくてさ、死にたいかどうか聞いてるんだけど。母さんは俺に従順で、利用価値があるから生かしてきたけど、もういいや。父さんと同じくお金に代わってもらおっと。母さんの保険金どれくらいかな？もう逆らわないからお願い。母さんはもう知ってると思うけど、この注射の薬、心筋梗塞を起こす作用があるんだよね。そして死因がわからない。完全犯罪ができるんだ。さすがに父さんと同じ死に方を母さんにさせたら疑われちゃうかもだけど、まあ証拠は出ないし大丈夫か。やめて、お願い。マリナはとりあえず料理に少しずつこの毒を入れて弱らせてるんだけど、消し方変えた方がいいかもな。母さんが余計なことしたせいだぜ。
ああ、また別の方法考えるの面倒だな。まあいいや、とりあえず消えてよ、母さん。じゃあね。ストップ。間に合った。はあ？なんだお前。ミルフさん、鼻に注射が。おい、大丈夫かミルフ。二代目、私の分まで塾女を愛してください。お墓には塾女本を毎月32冊備えてください。それから、ミルフ！ミルフさん。ああ、邪魔されちゃった。というか、なんでいるのマリナ。これ、どういうこと？翔太さん。ああ、母さんの病気を治してあげようと注射を。そんなの嘘でしょ。お母さんを殺そうとしてたじゃない。聞いてたんだから。だよね。バレたら仕方ないや。ああ、そうだよ。そうしようとしてた。でも母さんが悪いんだよ。保険金目当てで君と結婚して、君を消そうとしてたのに、それを邪魔しようとしたから。じゃあ、あのゴミの中のメッセージ。そう、母さんは君を助けようとしたみたいだ。本当に余計なことをしてくれたよ。そのせいでこうして君にバレちゃった。もうこうなったら君のせいにしちゃおっか。え？ここにいる奴ら全員消して、最後に君をナイフで刺す。それでさ、君が自ら命を絶ったように見せかけて、俺は自分に少し弱い毒を注射。奇跡的に俺だけ助かった的な。そしたら2人分の保険金が入るし、ナイス作戦。さすが俺だな。ふざけないでよ。本気だけど。じゃあ始めようか。そんなことさせるわけねえだろ。てめえ、よくも見るよ。あ、なんだよ泣いてんの。人間みんな死ぬんだよ。それが早まっただけ。そんなことでいちいち泣いてたら、うらあ、壁がえぐれた。牛気に若頭の命を奪ったんだ。てめえだけは許さねえ。生き地獄を味合わせてやる。簡単には死なせねえから覚悟しろ。牛気組ヤクザ、次は外さねえ。待ってくれ、金を払う。だから見逃してくれ。そんな威力で殴られたら。黙れ。鼻がお母さん大丈夫ですか？ごめんなさい。ごめんなさい、マリナさん。お母さん。その後、翔太さんはというと、牛気組組長に連れて行かれた。牛気組組長とは朝日さんのこと。まさか朝日さんが組長で、ミルフさんが若頭だったなんて。翔太さんは今、いろんな薬の実験台になっている。それはまだ人間に試せる段階。いや、モルモットにも試せる段階ではない薬。激痛を伴うものや、いろんな副作用が出るものが多く。死なせてくれ、毎日翔太さんは言っているそう。そこでの報酬は、私とお母さんへ慰謝料として振り込まれている。ちなみに今も朝日さんに殴られた顔はへこんだままだとか。でもまさかお母さんが私を助けてくれようとしてたなんて。怖かったろうに、バレないようにメッセージを送ろうとしてくれてたんだ。お母さんに感謝だ。そんなお母さんと今は二人で食事に行ったりする仲になっている。はあ、ゆっくり休んでくださいね、お父さん。お二人さん、塾女本はあげないよ。え？でもまさか、鼻に入れてたプロテーゼのおかげで注射の針が刺さってなかったなんて。それなのにあんな風に倒れたりして大げさなんだよ。いや、死んだふりしてどっかで生き返って悪をやっつけ、ヒーローになりたかったんです。それなのに全部2代目に持ってかれました。ひどい。うるさい。でも2代目が私のためにあんなに怒ってくれて、めちゃくちゃ嬉しかったです。2代目、ミルフのこと大好きなんですね。死ねばよかったのに。ああ、ひどい、ひどいですよ。先生に言いますから。ミルフさん、朝日さん、
本当にありがとうございました。どういたしまして。じゃあまた。はい。待ってください。2代目。